鳥優子さん。日本が誇る名女優の一人ですが、大女優でありながらも、周りに気配りができて飾らないところが、現場やファンに今でも支持されるところなのでしょう。しかし、驚いたことに、これまで一度も結婚されていないというのです。これだけの美人がなぜ？気になったので調べてみたいと思います。名取裕子さん。1957年生まれの62歳。神奈川県横須賀市のご出身で、お兄さんがいらっしゃるようです。青山学院大学文学部日本文学科卒業の才女で、高校では校内にファンクラブまであったそうです。芸能界入りしたきっかけは、大学在学中に応募したミスサラダガールコンテストで準優勝したことがきっかけだそうです。ちなみに、そのコンテストの優勝者は、こちらも大物女優の小手川優子さん。デビューは1976年ですから、今年で女優業も44周年なのだとか。1978年には NHK 大河ドラマ、黄金の日々に出演し注目を浴び、1979年には伝説のテレビドラマ、3年 B 組金八先生では、田原俊彦さんの憧れの田沢先生役で、お茶の間で大ブレイク。映画では、序の舞や吉原炎上で、大胆なヌードシーンも披露して話題に、14年間もの長きにわたり、オロナイン H 南高の CM に出演したりと、他にも、たくさんの作品に出ていますが、名取裕子さんといえば何と言っても、片平渚に次ぐ2時間ドラマの女王と呼ばれるほどの異名を持つほどで、中でも宅間真さんとのコンビでの法医学教室の事件ファイルは今年で30周年を迎えたそうです。トントン拍子に女優街道を爆進してきたと思いきや、名取裕子さん、ある事件で女優引退をも覚悟したピンチがあったのだとか。それはちょうど金八先生で、大ブレイクした直後の頃でした。所属事務所とひどいトラブルが発生し、芸能界を干されたことがあるというのです。どんなトラブルかというと、出演予定の CM で制作側の演出を、名取さんが拒否したというものでした。具体的な内容まではわかりませんが、どうしても譲れない理由があった。ということでしょう。結局、これをきっかけに、事務所を辞めることになって、トラブルを抱えた女優ということで、次の事務所が決まらず、ほぼ芸能界から干されたのが、若干23歳の時だったそうです。その女優生命のピンチを救ったのが、この人、当時、NHK でチーフプロデューサーだった、和田勉さんでした。1982年、松本清張シリーズ、獣道で、名取さんをドラマの主役に抜擢したのです。なぜ、そんなリスクを冒したのでしょうか。その理由は意外なものでした。和田勉さんにしてみれば、いいドラマにするには、そこには、納得できる俳優や女優が必要で、名取さんをいい女優と思ってたから、起用しただけという理由でしたが、当時、事務所に所属もしていない、一若手女優の家に直伝してまで、出演要請をしたそうなのです。しかも、当然、マネージャーもいない。名取さんも、和田さんはいつも、NHK の入り口で立って待っていて、それこそ最後まで付きっきりで、面倒を見たというのです。名取裕子さんは、生涯、その恩を忘れず、和田さんと最後まで親交を温めたのだとか。このドラマによって、名取裕子さんは、成長女優と呼ばれるまでに、昔の人情あふれる関係者によって、再び女優として脚光を浴びたわけです。名取裕子さん、すでに還暦を超えていますが、これだけの美貌と人気があるにもかかわらず、一度も結婚歴がありません。何か結婚できないような、
のっぴきならない理由でもあるのでしょうか。さらに調べてみると、以前自身の結婚観について、絶対結婚しないと決めているわけではない、昔は才能がある男性が理想だったが、現在は名取が飼っている犬を世話してくれて、一緒に1000円ランチを食べるなど自然に寄り添える男性とタイミングよく出会えたらとも言っていますから、その気はあるはずなんですが、ではそれでも結婚しない本当の理由とは。一つは、相手が犬好きでないとダメだということです。名取裕子さんは芸能界でもガチの有数の愛犬家でトップブリーダーでもあります。37歳の頃から飼い始めた犬が、ブブとその娘のジジ、友人から譲り受けたココの3匹のミニチュアダックスフントたち。ちなみにジジはチャンピオン犬だとか、撮影にもできる限り連れて行くらしく、すでにブブは17歳で旅立ってますが、なんと名取裕子さんはブブのために京都地検の女のロケで使われた催樹時に、日本に99箇所しかないという人間とペットが一緒に入れる墓を購入したのだとか。そこはブブとの思い出の詰まった京都の街並みが見渡せる高台にあるのだとか。名取さんに飼われるペットは幸せですね。これだけでなく、実はブブロスになった名取さん、医者からまたそうならないようにとメダカを飼うことを勧められて、元は4匹だったのがあっという間に現在は200匹という魚群になって、その世話もしているのだとか。犬とメダカ、相当な動物好きでないと代わりに世話できないレベルですね。二つ目は、病気と介護という理由です。才色兼備の名取裕子さん、小さい頃から周りにチヤホヤされて何一つ不自由することなく育ったとばかり思っていましたが、意外にも苦労人だったんです。14歳の時に実の母を癌で失っています。とても料理が上手な優しい母親だったそうです。しかし1年後、父親が再婚したまま、母は48歳で初婚で、料理も満足にできない人で、私はお嫁さんになったのであって、あなたたちの母親になるつもりはないと名取さんと兄に言い放ったそうです。まま母は実母の写真を処分させたり、お弁当のおかずも父には豪華なチキン、子供たちには白米の上にコロッケを乗せただけのものを新聞紙に包んだ弁当だったとか。ネグリジェ姿で父に甘えるまま母を見るたび、疎ましく思いつつ、一刻も早く家を出たいと思う一心だったそう。そんなに辛い思いをしたにもかかわらず、父親が今はの際に、この結婚は失敗だったな、と漏らした一言で、それまでのことも水に流せたそうです。父親が旅立ってから間もなく、まま母は人が変わったように塞ぎ込んで、認知症の症状が出始めた時、父を本当に愛してくれていたんだと感じて、まま母の面倒を見ようと覚悟を決めたそうです。あれだけのことを味わわされたのに、心の広さを感じずにいられませんね。しかしながら、父親がいなくなったショックで、名取裕子さんはパニック障害になってしまい、演技にも影響が出るように、しかもその後のまま母の介護のストレスで自律神経失調症にも陥ったのだとか。それでも女優業の傍ら、足しげくまま母がいる施設に通っては、洗髪や散歩などしてあげていたそうです。長年の介護や自身の病気が結婚の障害になったのかもしれませんね。名取裕子さん、とはいえ全然浮いた話がなかったというわけではありません。ですが、そのどれもが辛い恋であったことも結婚できなかった理由かもしれません。
名取裕子さんと熱愛の噂が出たのは、松任谷正隆さん、田村正和さん、宅間真さん、どちらも芸能界の重鎮たちで、まさに名取さんが理想とする才能のある男性たちですね。指摘にはやはり宅間真さんが一番ガチだったのかなと思いましたが、そうではなかったのですね。ちなみに田村正和さんとはしょっちゅう馴染みのレストランで食事デートしていたことがスクープされていたものの、意外にもガチだったのは松任谷正隆さんだったんです。当然3人とも噂があった当時は全て不倫ではありましたが、松任谷さんとの時には名取さんが堂々と略奪宣言までしたという噂もあったようです。当然その矛先はユーミンでしたが、ノーサイドとなったようです。松任谷さんはプレイボーイでしたが、結局ユーミンから離れられず破局、好きになった相手が全て既婚者だったからというのが結婚できなかった理由だったのか、勝手な想像ですが、略奪だってやろうと思えばできたはず。それでもそうしなかった本当の理由は、彼女の相手のことを思いやる慈悲の心の強さというのが一番の原因ではないでしょうか。でもこれからは自分の幸せも掴んでほしい、そう思ってしまいました。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？私は調べていくうちに、名取裕子さんって清楚で女らしいイメージから、面倒見が良くて男前な性格な人というイメージに変わりました。だから男が都合よく甘えるのかもしれませんね。これからも活躍応援しています。それではまた次回お会いしましょう。